メトロポリスはフリッツ・ラング監督によって1926年制作1927年に公開されたモノクロ・サイレント映画でバイマル共和制時代に制作されたドイツ映画である。制作時から100年後のディストピア・ミライト史を描いたこの映画は以降多数の SF 作品に多大な影響を与え世界初の SF 映画とされるガツ世界旅行が示した映画における サイエンスフィクションの可能性を飛躍的に向上させた SF 映画黎明期の傑作とされている。フォレスト・ J ・アッカーマンは本作を SF 映画に必要な要素がすべて散りばめられており SF 映画の原点にして頂点と評価している。また、前年の1925年に制作された戦艦ポチョムキンと並んで当時の資本主義と 共産主義の対立を描いた作品でもある。注意、2002年にマルティン・ケルパーが復元した版では、1927年、上映されたベルリンでのガラプレミア版に比べると、約4分の1の部分が欠落している。以下のあらすじは、現在見ることができるメトロポリスについての記述である。2026年、ゴシック町の摩天楼がそびえ立ち、メトロポリスと呼ばれる。 未来都市では高度な文明によって平和と繁栄がもたらされているように見えたが、その実態はマテンローの上層階に住む限られた知識指導者階級と地下で過酷な労働に耐える労働者階級に二極分化した徹底的な階級社会だった。ある日、支配的権力者の息子フレーダーは労働者階級の娘マリアと出会い、初めて抑圧された地下社会の実態を知る。 ノート手の媒介者は、心でなくてはならないマリアが、階級社会の矛盾を解き、ノート手の調停者、心の出現を予言すると、労働者たちに、ストライキの機運が生じる。マリアはフレーダーが、まさに調停者になる存在であると見抜き、フレーダーもまた美しいマリアに心を奪われる。この様子を、こっそり見ていた、フレーダーの父であり、支配的権力者のフレーダー戦は、 危機感を抱き、旧知の学者のロトアングに命令して、マリアを誘拐させ、マリアに似せたアンドロイドを作り出させる。このアンドロイドをマリアとして、地下社会へ送り込み、マリアが作り出した労働者の団結を崩す考えで、ある。しかし、かつて、フレーダー戦と恋が滝であったロトアングが、影で意図したのは、フレーダー戦が支配するメトロポリスそのものの壊滅であった。 ドトワングの意を受けたアンドロイドマリアは男たちの戦争の的となり、乱畜騒ぎをさせる一方で、階級闘争を過激に扇動するようになる。フレーダーは表変したマリアが別人であることを見抜くが、興奮した労働者に追い立てられる。アンドロイドマリアに扇動され、ボートとなって地上の工場へ押し寄せた労働者たちは、メトロポリスの心臓とも言うべきヘルツマシナを破壊し、 地下の居住地区を水没させてしまう。しかし地下にはまだ労働者の子供たちが大勢残されていたのだ。先導による行為が自分たちの首をも締めていると気づいた労働者たちは自分たちを先導したマリアを球団し火ぶりにする。炎の中でマリアはアンドロイドに戻り、労働者たちは自分たちを先導していた者の,の正体を知る。一方、 ロトワングから逃げ出した本物のマリアと地下で再会した。フレーダーは、残されていた子供たちを、水没寸前で地上へと避難させ、時計台の上で、ロトワングとの決着をつける。そしてすべてが終わった後、調停者として、父と労働者たちとの仲介を図るのだった。フリッツ・ラングとテアホン・ハルボー1924年の、クリスマス間近、ラングは初めて見た。 アメリカの巨大都市ニューヨークの圧倒的な印象に影響を受け帰国し、なんとか映画化したいと相談すると、妻のテアフォン・ハルボーも熱狂し、シナリオを完成させた。ただし、完成したシナリオは、ラングの構想したものとは、若干異なるものだったが、工業的な面などを考え受け入れたという。ラングについて書かれた電気によれば、メトロポリスの撮影は1925年5月22日に、 始まり、1926年10月30日に終了。公開当初は2部に分け3時間半ずつ上映されたと記されている。バベルの塔のシーンでは、当初6000人のエキストラを雇おうとしたが、予算の問題で1500人に変更された。ラングは150人の利用士を雇い全員の頭を反り、カメラの前を何回も更新させ、 特殊撮影により数千人も動いているように見せることに成功した。劇中の高層ビルが隣立するメトロポリスや上流指定の遊戯場はミニチュアセットを鏡に映し撮影したものである。遊戯場の大きさはわずか30センチメートルしかなかった。主演俳優の他に、早くは750人、エキストラの男性は2万5000人、女性1万1000人、子供750人。 黒人100人、中国人25人、支払った報酬は当時の金額で160万マルクである。また、衣装代が200万マルク、口3500足、カら七75個、特注の自動車50台、映画のために使ったフィルムは62万メートルで、ポジフィルムは130万メートル使ったとされる。費用の総額は最低五百万マルクから最高千三百万マルクと、 文献により異なる。アンドロイドマリアのレプリカブラジルの宣伝。1926年に完成したオリジナル作品は大長編映画だが、完成後すぐアメリカのパラマウント映画に持ち込まれ、工業的な理由と共産主義的な傾向を本質的に持っている字幕があったという政治的な理由により、ラングの巨諾なしに徹底的にカットされ、継ぎはぎの編集がなされたコンパクトな アメリカンバージョンとして公開された。1927年にオリジナル全長版をプレミア公開したドイツのウーファも結局はアメリカ編集バージョンに追従した。上映回数を増やし利益を上げるためであったが、それでも莫大な制作費を回収することができず、倒産するに至った。そうした混乱のため、上映時間は世界中で様々なバージョンが存在した。 その後、第二次世界大戦の混乱などで、オリジナルフィルムは世界各地に散らばり、フィルムが現存するかどうかも定かではないためオリジナルの完全版を見ることは不可能とされた。1984年には、ジョルジオ・モロダーのプロデュースによる再編集版が世界各地で公開された。2002年には、 新たに発見されたフィルムを再編集した123分バージョンの作品が発表された。2008年7月、ブエノスアイレスの映画博物館、ムセを出るシネにて、それまで失われたとされていたフッテージが発見された。16mm コピーで、状態は悪いものの完全版復元への期待が高まっていた。その後、発見された映像を加えた150分バージョンが、 発表され、ソフト販売もされている。2012年現在、1927年版、メトロポリスはパブリックドメインとして公開されているが、上記のような事情により、様々な長さの版が存在しており、見る際にはそのことに留意する必要がある。SF サイレント映画。 幻の名作として長い間知られていた本作だが、この作品の熱狂的ファンである著名な作曲家、ジョルジオ・モロダーが、世界各地のコレクターからフィルムを購入して、再編集し、自ら作曲したロック調の音楽を、サウンドトラックにしたジョルジオ・モロダー版、メトロポリスを完成させて1984年に公開した。一部がカラー化され、 無声映画特有の字幕も動かしたり色をつけたり登場人物の横に字幕を写した約90分のバージョンで音楽の要素が濃い作品になっており起用された音楽によるサウンドトラック LP カセットテープ CD も発売されたまたジョルジオ・モロダー版は編集の都合によりストーリーの結末がオリジナルと異なるこの特徴を活用し大学において 社会学などの教材として用いられることもある。サウンドトラック1927年公開当時、英国で劇場販売されたパンフレットが発見され、mya.com にすべて掲載されている。32ページからなるモノクロ版。表題には、メトロポリスマガジンと書かれ、メイキング記事、監督手記、女優手記、原作本と脚本の比較分析、 この映画のために開発されたフライカメラの解説記事、カメラマン手記等、数多くの内容が掲載されている。本パンフレットには、アメリカ版や日本版では、カットされた場面の写真が数多く掲載されている。2006年に発売された DVD では、撮影風景や衣装の草案、失われた場面の写真、初演で演奏された。 フルオーケストラの劇伴奏曲が収録されている。マリアの姿を映される前のアンドロイドは、映画史上最も美しいロボットと言われ、スター・ウォーズシリーズの C-3POO のデザインに影響を与えた。なお、このアンドロイドの名前をマリアとするものが時々見られるが、あくまでマリアに似せたアンドロイドで、本編中特に個体名は呼ばれていない。また、 このアンドロイドの機械形態の色は、本編はモノクロなので光沢がある明るい色という程度しかわからず、イラストやレプリカなどでは全身金色のプレートアーマー状に描かれることが多いが、小説版では外見について銀色の骨格にクリスタルガラスのような外皮が被さっているという趣旨の記述がある。有名なポスターデザインはハインツ・シュルツイコールのイダムが担当した。 原作となる脚本は、フリッツ・ラングと彼の妻テア・ホン・ハルボーの共同で、映画のため1924年に書かれたものだが、1926年に、ハルボー名義の原作小説として、アウグスト・シルル社から出版された。日本では1990年代に翻訳が発刊され、2011年に新翻訳で再刊行された。小説と映画を原作にした同名タイトルの、 舞台作品が2016年11月に文化村シアター国運で上演。演出、美術、出演は櫛田和美。ありがとうございます。